例になりますけども、今日はね、あのお笹の祭りと違って、一つの阿波踊りになりますけども、皆さんお楽しみいただければいいかなと思います。で、まあ、月並みではありますけど、その、コロナのこう大変な時期に私たちももう2年ぐらい踊ってないと。実は、まあ、去年の12月に、全国で放送、ネット放送されたね、徳島でのイベントの中で実は踊ってあるんですが、皆さんにご覧いただくことができなかったんですが、その中でも、実は練習を少し重ねまして、今日に至ったわけです。どれだけ今日いい踊りが皆さんにご覧いただけるかというのは分かりませんけども、精一杯頑張りますので、ご声援の方をよろしくお願いしたいと思います。まあ、話が長いとあれなんで、早速、稲瀬連の阿波踊りをご覧いただきたいと思います。ご声援の方よろしくお願いします。